皆さんこんにちは、よろしくお願いいたします。本日はドラゴンクエストモンスターズ3体験版、はい、ライブに引き続きやっていこうと思います。あれからですね、レベル上げもそうなんですけど、フィールドを隅から隅まで歩き回って、とりあえずゲットしたモンスター見ていきましょうか。この子とこの子あとはくらいかな。でね、イバラドラゴン、ちょっとね、場所が分かりにくくてなかなか見つかりにくかったです。他の子たちは結構そこら中にいるんですけど、この子はね、特定な場所しか見当たらなかったですね。まあ僕の場合はですね、偶然その場所にしかいなかったのかどうか分かんないですけど、遭遇率がなかなか低かったですね、イバラドラゴン。以上でしょうかね。あれ、こんなもんだったっけ。これは牧場に送った全員は、モンスターライブラリー情報を見ることができます。はい、キャラクターライブラリーでは物語の中で戦った強敵たちの豆知識などを確認できます。旅の心得には冒険に役立つ知識が記されています。わからないことがあるときは見てみましょう。モンスターライブラリーとキャラクターライブラリーグレーアウトしてるから、あ、やっぱりね、コメントで教えていただいた通り体験版では利用できないんですね。あー、ちょっと残念だね。まあしょうがない。はい、でちょっとね、今も見ていただいた通りレベル10ぐらいまで上げてから次の大会挑もうかと思ったんですけど、ちょっとあまりにも時間かかりすぎるからレベル9、まあ、中にはね、もうちょっと弱い子はいるんですけど、途中でメンバーチェンジしちゃってんですよね。モモンジャから変えちゃったんですよね、戦闘の子をね。なのでちょっとどうなるかわかんないんですけど、ちょっと闘技場で、さあ勝てるかな。もう一回。そう、コドラさんがレベル7なんです。一番最後に拾った子だからね、しょうがない。あとレベル9、そこそこ時間かけてレベル上げしたからね。まあ弱いモンスターしか今のところいないんで、フィールド上レベル上げもなかなか難しいんですよ。あら、はい、 G クラスで優勝したケルタじゃない。挑戦する F クラスですかね。はいはい、よし。どこまで戦うんだろう。今度 E クラスとか戦いとかになっちゃうのかな。ちょっとね、もうちょっとフィールド他の場所に変えるとか、強敵が出てそれをスカウトしないとちょっと難しくなってくるかな。 F クラストーナメントに話題の覚醒ルーキーが登場だ。ロザリーヒルから来た沈黙の凄腕マスター。対する相手は見かけは淑女、バトルは野生的、レディーアウレリア。おー、いいな、ベビーパンサーいいな。それでは第一試合、ゴーファイそのポーズよじゃあ一応ですね、バトル2倍速に設定しました。マヌーサ痛いな。いいよ。あ、やっぱこれやられないんだ、かてえな。
よしよし、いいぞ。よし。まあここら辺は無難にこなせる。いいですね。第1試合の勝者はこいつだ。まさに覚醒ルーキー、モンスターマスター界の暴走特急だ。2回戦の相手は極東から来た暴れ狼ランランハオ。やつの刃は雷星だ。いや、どっかのアニメで見たな、こういうやつ。お、ゾンビ系。お、何あの浮いてるやつ。それでは続いて第2試合ゴーファイ。そういえばね、フィールド道中サイクロプスにあったんですけど、一撃でやられました。一撃がね、百何十ぐらいのダメージで逃げましたね。二人やられたところで。マヒャド。ジバリア。お、いて。まあ命大事にしてあるんでね。あ、ちょっとうちの子やばいな。よし、ナイスナイス。いや、ドルマいて。1試合ごとになんか HP と MP 満タンにしてくれるんでしたっけ。戦闘中モンスターが3ラウンドの間バースト状態になることはあります。はい、バースト中はモンスターの能力が上がり、行動回数も1回増えます。おお。え、なんかあれ、1。こいつ強えな。硬いのか。まあスカラーだからね。じゃあラスト。火の玉ハイテンションは第2試合の勝者もこの男だ。クールな顔してバトルは剛腕。こいつのパワーは無尽蔵なのか。最後の相手は時代が生んだ突然変、ハイテンションおしゃべり怪獣ギューラー。いや、ちょっと意味がわからん。あー、なんだあれ、かっこいい。さあさあ、いよいよ最終戦、勝利の女神はどちらのマスターに微笑むのか。あの真ん中のやつ強そうだな。それではラスト第3試合ゴーファイ。お、ちょっと BGM が変わりましたね。モンスターは同じ種族でも体の大きさが S サイズと L サイズ、あ、M がないんですね、に分かれています。 L の方が能力が高いですが、パーティー編成に必要な枠数が増えます。あ、そういうことか。だから3匹しかいないんだ。あいつでかいってことだね。まあいいや、関係ねえ、やっちゃおうぜ。まずはザコさんから片付けていきたいところ。強えな。毒の息。強い強い。おっと、痛い。危ねえ危ねえ。よし、一匹削った。ナイス。やっぱりホイミー複数メンバー持ってると強いですね、いざという時にね。一人だと結構きついけど、間に合わない時あるけど。
今のところうちのメンバー3人3人かホイミできるからそこは心強い。ナイスナイス。キアリー持ってないか。あ、持ってる持ってる。ナイスだな、このパーティーメンバー。ナイスだな。痛い痛い痛い。いや、こいつを防がないとダメだよ。あ、まあでもあとは楽勝か。やりました。でもちょっと危なっかしいところもあったね。ここだよね。ここ終わったら次どうなるんだろう。なんとなんと F クラスを勝ち抜いたのは沈黙の凄腕マスター。皆様大拍手喝采してちょうだい。ちょうだい。さて、どう物語が動くか。次 E に行きましょうとか言われたらまたレベル上げですからね、多分ね。それは結構きついかな。ちょっとやだ、かっこいいじゃない。はい、これは F クラスの優勝商品よ。前回が条約層だったんですよね。次はなにそれ、セクシーな渡し方。魔物の餌。このお姉さんより隣のお姉さんと話したいんだけどな。あなたなら S クラス優勝も夢じゃないかもね。これからも期待してるわ。うん。シカトです。完全にシカトです。おハロー。おう。おやおや、警戒しちゃったかにゃ。あっちは怪しいにゃんこじゃないよ。お、あの向こうに木村さんがいますね。この二人ともドラゴンクエストの10ではお世話になりました。あっちのニャはニャーゼル、魔界闘技協会の案内人だニャン。はい。そこのあなた、こんなレベルの低い大会で本当に満足ニャ。魔界の闘技場エクサアリーナならもっとレベルの高い戦いができるにゃ。お、どうにゃどうにゃ、あなたもエクサアリーナに出てみにゃい。ちょっとでも怪しいよね。なんかはめられてる感じがしないでもないけど、一応はい。よし、そこのグッチャー、魔界に行くならこれを使うにゃ。これはトラベライト。大昔にエルフが作ったという伝説の魔石にゃ。ちょっと待って、なんか嫌な予感しかしない。エルフって言った時点で。これをどうにかすると魔界に行けるようになるんだにゃ。これで赤って読むの、トラベライト。あちは何でも知ってるにゃ。あなたの村にはエルフが一人いるにゃ。あなたの村には、はいそういう喋り方のキャラクターがいたよね。トラベライトの使い方ならあの子が知ってるはずだから聞いてみるといいにゃ。はいではでは、魔界でお待ちしてるにゃん。あ、行っちゃった。いいやつなのか悪いやつなのかわからん。ちょっと木村さん、やっぱキメラかっこいいよね。え、どうした、話しかけんなって。うちの木村に話しかけんなってこと。君は同期の出世頭だ。私か？もちろん絶好調だとも。お互い順調で何よりだ。なんかやっぱりキャラクターとかモンスターのこの輪郭がボケーとしちゃってますよね。ここら辺のグラフィックがすごくもったいないな
かなって感じがしますね。もやーっとした輪郭になってますもんね、これね。これがもったいない。これだけ面白いゲームなのに。このまま戻っていいのかな。赤いあの石を持って、じゃあロザリーでいいのかな。ロザリーヒルだからロザリーでしたよね、のところに行ってどうにかしてもらおうか。HP は満タンですね。こっちか。お。そっか。ん？あのね、ロザリーが時々窓から顔を出して遠くを見てるんだよ。何を見てるんだろう。気になるな。あれ、こんなところに教会あったっけ？呪いとか解いてくれるやつ。ん？あなた方から不思議な気配を感じます。何か未知なるものを手に入れたようですね。すごい力を持ってるんだね、この人はね。さらに上か。ここか。いたいたいた。よろしくお願いします。はい、お帰りなさい。ケルタ様、バトル大会はいかがでしたか。まあ、ついに F クラスを制覇したのですね。じゃあ今日は腕によりをかけて。え、私に見てほしいもの。まあ、なんて綺麗な。これはもしや。いえ、間違いない。これはトラベライトです。太古のエルフが作ったという魔界への扉を開く伝説の魔石。どうしてこれを。そうですか、これを使って魔界に来いと。わかりました。ならば私の力で魔界への扉を開いてみせましょう。え、怪しくないの魔界って。大丈夫なの、行っちゃって。これよりエルフに代々伝わる舞を踊ります。見ていてください。優しいな。久しぶりだからうまくできるかしら。見てください。もしかしてこの家ごと魔界に飛ばしたの。これが
魔界への扉を開くトラベライトの力、故郷の伝承の通りだわ。私、あなたのお役に立てましたか？はい。嬉しいです。トラベライトは他にも種類があるので、増えればいろいろな魔界に行けるようになります。いろいろな魔界？魔界っていっぱいあるのか。私、人間界ではあなたの言いつけ通りおとなしくしてました。でも魔界なら、エルフを狙う人間もいません。魔界の旅に私も一緒に行かせてください。おお、はい。嬉しい、ありがとうございます。めっちゃ嬉しそうだなめちゃくちゃ嬉しそうだなこの子。いつもの BGM ですね。え、モンスターズで仲間に加わったって、でも仲間は何してくれるんだろう。人間界に戻りたいときは魔法陣の上のトラベライトから戻れます。では早速魔界に行きましょう。はい、行きましょう。嬉しそうですね。かわいいな。って行きたいとこなんですけど、ちょっとこのまま続けちゃうと時間が長引くかなと思うので、とりあえず今日はここまでにしておきたいと思います。はい。じゃあもう外に出たら、あの例の宿屋とかああいうのは全くないってことでいいんですかね。どういう感じになってるんでしょう。はい、ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。